はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。神の防御側、そう、この BP イベント、だいたいエンフォーサーに悪さをしてくるイベント、悪さって言っちゃったけど、悪さをしてくるね、イベントのカオス、スペシャルユニットのカオスを前面に押し出したステージといえばここ、神の防御側ですね。アホのように375でもウーキの選手出てきますからね。もうリーチです。ウーキーリーチ来ました。ウーキーリーチ来た状態で、ウーキーリーチですね。もうウーキーいけますね。これ我々は戦うために存在する。もうただただカオスになっていく。右から来てるのか。ではカオスを発射していきましょう。結構敵一気に詰めてきてたから押されてるね。これ意外とやばいやつ。敵手だれじゃないですか。93でもすでにハーメージをしてるぞ。これやばい感じじゃないの。やばい感じのやつだね。いけない。あれおかしいな。激有利のはずが。びっくりした。激有利のはずが。おお。まさか地獄で地獄の目に合わされていくパターンのやつですか。もうこうなったら帰らないっていう選択肢取りましょうか。もう帰らないってばよ。普通にやられました。これ結構きついね。敵なかなか優秀ですね。完全に攻めてくる方向を見誤りました。日本語難しい。見誤りましたね。あ、ちょっとタイミング悪いな。こっち側は来ていないけど、レイダーが飛び回ってんね。まあまあいい位置にいる割には撃ててないな。さっきのあれが悔やまれますね。あ、またまた早い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 。痛い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 。きついね。そろそろ飛行機に目つけられたかな。東ランディングパッド人足りないね。もうちょっと欲しいんだけどな。東ランディングパッド人足りないね。ダメか。まさかのイケイケステージだったはずのこのカミーノで完全にやられていくスタイル、これは非常にまずい気がしますね。開いてんのか。開いてんのね。ちょっとアナキンに行きますか。おやおや、これ敵かなりの手だれっぽいですね。ん？普通にスルーしてたな、後ろに。これさ、俺間に合うかな。飛ばせなかったな。距離が短かったか。さすがにちょっときついな、これ。後ろにもいるんだよな。無駄撃ちした。ガンガン撃ってほしいんだよな。よし、一人落とした。オッケー。よくないんだけどね。完全にグズグズや。敷地全然守れてない。全然アナキンのいいとこ行かせてないぞ。
ってやるんだけど、マジか、元気出すよ。じゃあ頑張るけども、とりあえずカイロレンは事故らせたけど、ちょっとここも少ないな、怖くないか。来てる、来てるのか、まだいるのか。無駄落ちしちゃったな。引っ張ってくるから、そこをどうするかだよね。はい、え、なんだそれ、何のバグよ。え、今どんな暗い方したらそうなる。ちょっと一旦下がらして、ガードして、ガードが解けた瞬間にフリーズもらったぞ。マジか、これはきついぞ。あー、ダメか、よろけちゃってて、よろけちゃってて全然使えなかったな。え、きついね、弊社スルーしてるのは結構きついぞこれ。ここどこだ、弊社スルーは良くない、弊社スルーは良くないぞ。レイ逆にいたのか、ちょっとレイ助けに行かないとまずいな。まあこうなったら弊社を捨ててこっちでなんとかするしかない。捨ててないのか弊社、じゃあ行きますよ。私も OK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 、 いいよ、まだ諦めるに早いよね。このちょっと武器の選手使ってきますか。まあ、普段はね、これで1000ポイントとか必要なんで、ちょっとヒーロー使えなくなっちゃうなみたいな雰囲気ありますけれども、そこの門から出ない方がいい、多分。そこは抑えてくるから、そこじゃない。そこじゃないっすね。痛い、降りたいな、どこ行った、いいぞ頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう。頑張ろう。頑張ろうしか言ってないけど、さっきから。いいよ、ヒーローを信じてるぞ。なんと助けに来るか、やりよる。頑張れ。いいよ。いや、まさかね、この天国ステージくらいの勢いでこちらが有利なステージだと思われたこのカミーノで、まさかこんなにも痛い目に遭うとは。さすがにあれは殺します、さすがにあれはね。いいね、アナキン、俺のポンカツアナキンより。ちょっとヒロイックマイトの評価のカード評価してくるの忘れちゃってて、ちょっとね、待って、アナキンやばいだろそれ。アナキン下がって、無理する必要ない。今しっかり守れてるから、アナキンがいなくなった方がかなり辛い。やっぱこの状況がだとカイロレン、ダースモールが結構凶悪だから、アナキン無理しないでね、アナキン頼むよ。アナキンかなり肝だから、ここで。で、向こうが相当引きながら戦うスタイルになってるから、アナキン大丈夫か、体力十分あんね。オッケー、いいよ。とりあえずあのチョークとかプルとかで事故らされるのだけは気をつけて。
ッケー。いやいやいや、あれ本当はね、本当この第一フェーズであの防御側で勝って、ほら見ろよこのイベント最悪だよ、どうやってクリアするんだよみたいな、みたいなこうやつを出したかったんですが、危うくやられかけるというね。いや弊社取ってからだけどだいぶ頑張ってくれたな。いやーちょっとヒロイックマイトをやっぱ強化してこないと、ちょっとカードを強化してきてないのはかなり致命傷でしたね。いやでもかなりね、まあ、このステージはかなり強化が有利なんですが、まあ、こんな感じでうまくやれば分離主義側でもね綺麗に攻めることできますので、ぜひ皆さんもイベント楽しんでみてください。というわけで今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。まったみってねー。